もしかしてグラスワンダーって可愛い？に対するみんなの反応。最近グラスワンダーが可愛いことに気づいた。遅い。最近アニメ見たんだけど、耳ピタってするのこの子なんだね、可愛い。あれで心臓の音聞いてほしいよね。黄金世代で一番ちっちゃいの可愛い。父のエルシリのグラスの、同質コンビは有名。顔が良い。顔はいいけど、スタイルがな。足りないよな。57点。顔はいいけど、スタイルがな。ケツデカだよな。100点。グラスの、ほんのわずかに膨らんだ胸が、俺を狂わせる。グラスの、明らかに膨らんだ尻が、狂った俺を殺す。かわいい。怖い。前髪のバランスが奇跡的。個人的にはゲーセンでムキになって、レンコインするところとか、夏合宿で無理しようとしてトレーナーに怒られて、シュンとするところとかが好きだな。ギャンブルが致命的に向かないタイプ、黄金世代で一番ゲーム弱いと思う。ギャンブル弱いのは、キングもだからどっこいかも。キングは定石知った上で読み外れるタイプかもな、ここ一番で外したり、イレギュラーに狂わされたり。純粋に運がなさそうなのが、運は物語の作り手が、そういうキャラに仕立てるためのものだからな、これで恵まれてたら、ちょっとパーフェクトなお嬢様になっちまう。完全にダメなのはキングで、次にムキになりやすいのはグラスだとは思う、そして止めればなんとか効くキングに比べると、暴走特急になるのはグラスかもしれない。勝利モーションの、ちょっと顔の赤い笑顔がまた好き。わかる、あれのために馬娘やってる。レーススキップするたびに、ここの可愛さで心臓止まりそうになる。抹茶アイスとかの抹茶要素を、和風と捉えていいのか、悩んでるの可愛い。タレ目好き、丸っこい目してて可愛いのに、心は燃えてるのいいよね。挑発に弱いけど、煽られるといい感じに燃え上がると、相手にとって厄介なタイプ。お清楚な感じがとても可愛くて好き。コイントスでグラスを一方的に任し続けて、ケロッとしてるエルは、改めて相性いいなと思う。あいつのこと、一番わかってるのは私でイスとか思ってるよ。エルとグラスが仲良くやれてるのを見るたび、逆に、同質が同期で走る距離も近いのに、実力は天と地ほど差がある、とかだと、辛いだろうなと思う。ケツ以外パーフェクトヤマトなでしこがある。ケツも完璧でしょうが。暗算体型なの良いよね。声がいい、耳元で囁かれたら力が抜ける声してる。ヤマトなでしこかなと思いきや、なんだかんだ外国の人なんだなってとこが好き。顔が良いから、ファンアートも可愛いんだよね。こんな闘争本能むき出しな子を、ヤマトなでしこ呼びするのも違和感がある。生来の闘争本能と、教養によるヤマトなでしこは、両立する。表出してる部分は紛れもなくヤマトなでしこだろ、中身なんて踏み込まなきゃ誰にもわからんわ。まあ勝負ごと絡まなければおしとやかな女の子だし。地元だとこんな感じになるのか否かは、真偽が分かれる。公衆の面前で抱きしめたい。罰ゲームかけて対戦ゲームして、ちょっとエッチな罰を与えたい、その後3日くらい完全に無視されたい。ちょっと怒らせたいよね、エルの気持ちはとてもよくわかる。地雷踏んで平気な関係のエルって、エル側が実は成人なんじゃないかって気もしてくる。エルがグラス大好きで魔女だからやってるのと、本気出したらエルの方が強いから、攻撃されても大して効いてないんだと思う。自分が悪い時はちゃんと謝るし、ただのいたずらなら欲しいリアクションを確実に返せるし、キャッチボールが的確にできる関係ではあると思う。伊達に同質やってないよね、あの二人。許せんと言いながら、毎日一緒に寝起きしてる時点で何かある。後輩に慕われてそうで、俺も鼻が高いよ。少女らしい髪の細さ、デザインした方は本物ですね。マイキーくんみたいにチビなのにクソ強い、不良グループのボスが似合いそう。ベジータとナッパ。至福見るにあっちでもおとなしいタイプだったんだろうか。グラスワンダー地元の姿。黒タイツと白黒の靴のせいで、たまに浮遊しているように見える。ヤマトなでしこキャラは、後付けっていうのが面白い。グラスはなんか美少女感すごい。そういえば設定的に、英語は喋れるんだよね。
母国語忘れる人はまずいないだろうしな。こっちでどっぷり日本に使ってしまったから、普段は意図的に使わないのかもね。これで数年前は、片言の日本語喋ってたって言うんだからいいよね。日本語片言時代もありましたって、自分で言ってたけど聞いてみたい。片言モード時代のボイス欲しい。寮でいると話すときは英語なのかな。L に切れてるグラスが好き。L 相手に、英語で切れ散らかしたら英語で帰ってきて、やっべこいつ英語話者だったわってなる、グラスちゃんもいると思う。グラス儚げだから好き。負けレースの時に、両手へにゃってして顔も緩くなってるグラスは、お前どうしたってなるのでたまに見たくなる。有馬語の、うん、が好き。この時は本当にいろんな荷物を下ろして、女の子に戻った感じが良いよね。グラスのトレーナーも、クレーンゲーム失敗するとレンコインしようとして、逆にグラスにたしなめられるあたり、似た者同士。外付けブレーキみたいな存在のトレーナー、たまにアクセル踏んでくる。本編通り、グラスを導く大人なトレーナーも好きだけど、肝心な時しか役に立たない、ぐたらなトレーナーのコンビも見たい。こういう子に、とか、な、みたいなリアクション取ってほしいのわかる。久しぶりにトレーナーノートでプロフィール見たら、失走前に、レースに出てくる全員の名前、心の中で復唱とかしてんだな。青いオーラ出てそう。L がほんとは弱々で、グラスがほんと初よつよなの、バランス取れてると思う。グラスさんって見た目儚げなのに、うちにどう思う性を秘めており、またそのベールも実はなんか薄そうなのが、恐ろしみがあっていいよね。ただ勝ちたいじゃなく、相手の全力を力でねじ伏せることに快感を覚えるタイプ。沸点低いです。L の、私を見ろ、には惚れた。勝つことに執着しすぎて、せいちゃんとか L にたしなめられるあたりが、まだまだ子供って感じで好き。キャラが固まる前に作られたキャラソンが、失恋ソングなのがね、いやいい曲なんだけど、今ならかなり違う曲になりそうね。大人びてる方だけど、なんやかんや年相応に幼い部分もあるのがいい、どっちも肌色分少なめの勝負服なのも良い。最初は特になんとも思ってなかったけど、最近すごく可愛いなこの子ってなった、グラスにも新しい衣装服ください。新衣装持ってるだろうが、確認したらヒーラーグラスがいたね。グラスは可愛いし、ヒーラー衣装も可愛いのに、この二つが合わさったら絶妙に似合わないの面白い。絶対その杖で敵ボコるヒーラーじゃんってなったしな。グラスの水着が見てー。帝王あたりは下手したら今年水着になるんでない？鈴鹿さんかもしれんが。一生に一度のお願いが許されるなら、グラスの和装版勝負服が欲しい。ジャックナイフ振り回してた頃のグラスと、銃ぶっ放してた頃の待機好き。グラスは今はなぎなた振り回してるし、待機は今も銃ぶっ放してるだろ、いい加減にしろ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。